ちょっと低いじゃないですか、テンション。ちょっとそんなことない。ちょっと寝起きで。寝起き、はい、もうだって午後3時回ってますよ。ということで、今年加入したばかりのお二人に来てもらいました。メンバーに来てもらったので一問一答していこうかなと。やっぱライバルだと蹴落とすつもりで、履いてる自分の自転車を見るとやっぱご飯3杯ぐらいいきますよ。ああ、ツールドランカメリの最近出たあのグランドハイエース。あ、グランエース。グランエース。自由に行きたいの。鳥とかなんかあった最近精神的に。チャンネルブリちゃん始まりました。はい、今年加入したばかりのお二人に来てもらいました。お名前の方ちょっといいですか。沖縄サイクリングチームから移籍してきました大久保仁です。よろしくお願いします。ナスブラーゼンから移籍してきました中村海人です。ちょっとちょっと硬いですよね中村選手 ねまだやっぱ緊張してるんじゃないですか、ね、若いんで汗が緊張してる。まだ全然書いてない。嘘つきやがってる。本来ちょっと今年3人入ってじゃないですか。はい。で、今日ね、実はね、西村選手にもオファーかけていたんですよ。知ってますよね、2人。はい。かけていたことも。はい、はい。今日来るはずだったことも。はい。完全に忘れてた。忘れてた。完全に忘れてたということで、おそらくこの収録が終わる頃には駆けつけてくれるんじゃないかなと。そうですね。思って、で、今日は新メンバーに来てもらったので、いろいろちょっとご質問ね、一問一答していこうかなと。では、1番。宇都宮ブリッツェに来て、一番驚いたことは？やっぱり応援してくれる人が、やっぱり多いんで、やっぱり自分たちもすごいやりがいあるなっていうふうには思います。驚きました。そこのファンの数とか。はい。この間、合宿やってたんですけど、沖縄で。うん。帯同してくださる、細山さん。あ、細谷マッサージャーね、はい、その方がもう毎日こう練習終わって追い込んだその日の夜にマッサージしてくれる環境にすごい。何マッサージしてくれることで驚いたの？手厚いサポート。そうです。じゃあ次2番。チームの中で一番のライバルは誰ということで。あ、これ意外に聞きたいな。そんなにいないですけど、やっぱ全員がやっぱライバルだと思ってますね。あ、普段はやっぱなんかよくしてますけど、うん、レースに出る人数も決まってますので、うん、蹴落とすつもりでやってください。ちょっとプロフェッショナルな、はい、意外ですね。僕はもう今日いるはずの西村さん。お、そうなんだ、はい、なんでそのあたりは。一緒に走っていてもなんか似てるところがあって、うん、タイプが、はい、地足が西村さんもあるので、なんかそこでちぎ出るわけにはいかないので。はいはい、沖縄合宿帰ってきたばっかりでしたけど、結構バチバチやってたんですよ、西村選手。そうですね、西村さんと一緒にちぎれるか、西村さんにはちぎれないか。これ、逆に西村選手が、はい、いや、全く意識ないですよって言われたら、ちょっとショックするぐらいで。それはちょっとやっぱ聞けないですね。そうですね、確かに。そうね、西村です。一番好きな自転車の部品は、なんかこう、あ、この部品惚れるわみたいなのってないですか？ホイールでやっぱりディープリムっていうんですか、はい、ディープリム履いてる自分の自転車を見るとやっぱご飯3杯ぐらいいきます。ああそのディープリム見るだけでなんかちょっとこう、そうですね、かっこよく見える。はい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 、はい、ライトな感じよりやっぱディープな方が好き、はいはい、そういうことです。なるほどね。中村選手は？自分はそうチタンボルトっていうのがあるんですけど、はいはいはい、なんか紫とか黄色とか。結構僕自分でパーツでチタンとか使ってるんですか？いや、使ってないんです。使ってないんかよ。そのなんか展示会とか、うん、あ、展示会とか見ててずーっとチタンいい色してんなみたいな。ちょっと怪しい。ちょっと変態ですね。変態ですね。1週間休みが取れたら何をする？あー、これはもうでもお風呂1週間とかあったんじゃないですかね、この2019-20に入るオフとかは。そうですね。この1週間休み取れたら何します？自転車を持っていかない旅行に行きたいですね。ああ、はい、分かる。それ結構遠征とかで、まあ、海外遠征だったり、まあ、国内のいろんなとこ行かせてもらうんですけど、やっぱり自転車がいつもあるんで、まあ、自転車見るだけでちょっと仕事のスイッチ入っちゃうんですね。そうですね、はい、そうです。
持っていかないで、はい、じゃあ代わりになるの水着もう完全南国限定みたいな中村選手は温泉ですね。あ、絶対温泉。だって実家日光でしょ。はい、すぐ近所に温泉あるじゃないですか。まあでもなんかぬるいのか熱いのしかないんで。それはちょっと待って、わかんないですよね、よくぬるいのか熱いのしかないんで、近所にはちょうどいいのか、はい、いそんなことないと思うぞそんなことないと思うぞ。いや俺らよく南大門にはあるよ、そうちょうどいいやつね。南大門はもうなんか別一週間何台も行ったりじゃないですか。ちょうどいいなあるんですよ最近嬉しかったこと、まあ、リアルな話するとやっぱり宇都宮に戻ってきて、まあ、ブリッツェに戻ってこれたのがやっぱ自分の中では、まあ、ここ最近で一番嬉しかったことですか、ね。ああ、はい、いいっすね。またちょっとファン増やしたんじゃないですか。今のお願いしますまんざらでもねえじゃんスルドランカメイのメンバーに名前のことが嬉しかったです。あ、確かに、まあでもまだわかんないですよ、中村選手。あ、そうなんです。だってランカビーまだ我々行ってないですよね。オンエアの時は出発してるかもしれないですけど、その間に何かあるかもしれない。じゃあじゃあカットですか。でもそうですよね、ランカビーのなんかそのメンバー入りはもうすでにしていることですもんね。認められたっていう。よかった、嬉しかったです。嬉しい、はい、今一番欲しいもの、いい時計とか欲しいですけどね。男のね、ちょっと憧れだったりしますよね、はい、時計ね、狙ってる時計みたいなのは。まあ特にまだないんですけど。いやでも見てるでしょ、こういろいろインターネットとか、これがいいなみたいな。もしかしたらタイムホリアーさんお願いします。かっこいいね。かっこいいですね。かっこいいよね。自分も時計が。お、仁さんと一緒なんですけど。え、ちなみに中村選手が欲しい時計は何ですか。タグホイヤータグホイヤーがそう、僕ちょうどじいさんとあの話しててそのタグホイヤーに自分が惚れたっていう。ちょっとタグホイヤー関係者の皆さんちょっと見ていたらぜひね、ちょっとあの今回の YouTube のサムネのところにタグホイヤーって入れときますか今自転車に乗っていきたい場所は、やっぱりあの夏場ってやっぱ日光いろは坂を越えて、まあ、中禅寺湖に行くことが多いんですけど、まあ、今は冬でどうしてもね、雪で行けないので、まあ、春になって、そっちにまあ練習行きたいなと思ってます。ああ、中村選手、島を走りたい。島、はい、一応日本島ですけど。あ、なんか沖縄。沖縄行ってきましたよね。沖縄じゃなくて、ちょっとここら辺にある。沖縄じゃなくて、この辺で石垣島とかですか。ああ、そんな感じです。ほぼ誘導されて喋ってるじゃないですか。さあ、そして、これラストっすね。これいいっすよ。もし生まれ変わったら何になりたい。青年実業家まあすごいですよね、青年実業家。今からでもなれんじゃないですか、青年実業家。ちょっと頭が足りない。厳しい、厳しいっすか。ちょっと厳しいです。青年実業家、人間じゃなくてもおー、いいよ、人間じゃなくても。あ、来世ね、来世ってことだね。来世、自由に行きたいんで、なんか鳥とかがなんかあった最近、精神的に。ないですけど。大丈夫？かっこいい鳥とかいいんじゃないですか、ね。かっこいい鳥、そうだな。中村選手がヤンバルクイナリーですヤンバルクイナリー珍しいしね、あれ貴重だし。飛ばないヤンバルクイナリーぜひ来世はなっていただいて、はい、じゃあで沖縄にね、石垣島の方に行っていただければいいんじゃないかなと。いやでも中村さん、今個性ありますね。そうですね、面白いですね。え、どうでした、ちょっと質問。なんか言い残したこととかあれば。言い残したのはやっぱりタグホイヤーさんにやっぱりお願いだけれどもやっぱしときたいなって、もう一度。確かにね、やっぱりね、あのやっぱりスポーツ選手って昔で言うといい車に乗って、あ、そうですね、いい時計してみたいなのあるじゃないですか。そうだ、はい、もしタグホイヤーさんがもらえなかったとしても、はい、なんか自分で買ったりは。はい、時計です。時計。あ、車でもいいですか。あ、車でもいいですよ。ポルシェのカイエンとかちょっと買いたいです。うわ、はい、すごいですね。ほら、ジャパンカップクリテ優勝したら買うとか言っちゃう。そうですね。やっぱプロって有言実行じゃないですか。そうですね、大きいレースで勝って、自分でふわっとしてご褒美として、高い買い物をしたいと思います。なるほど、はい、その時はまた
この番組で、あ、いいっすね、密着してもらって、まずは自分はお金貯めることが最優先だって。まあそれはそうですよ、それはそうです。まだ車は欲しいですね、自分の車は。自分は大きい車大好き、ダンプダンプダンプじゃないですけど、最近出たあのグランドハイエース、あ、グランエース、グランエース、かっこいいけどさ、別に家族家族いないですか。まあ家族も作って、じゃあ作ってね、はい、なるほどね、そのグランドエース、いや、もうぜひその夢をね、お二人叶えていただいて。さあ、ということで結局西村選手間に合いませんでしたね。はい、ね、彼は後でちょっと罰ゲームを考えてみましょう。さあ、ということで、今回は今年入った新メンバーの大久保選手と、そして中村選手にお越しいただきました。次回のブリちゃんもお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。